ではなぜ低気圧になるとこんな症状が起こってくるのでしょうか。低気圧っていうのは気圧の低い方に水が流れていくっていう風になっていきやすいんですね。人間の体も 70% ぐらいお水なんですが、この血管っていうところに水が入ってますよね、でもしこうやって気圧が低い方に水もやっぱ流れていくんで、血管っていうのが、ゴムホースみたいなのじゃなくて実際はこう網目状になってるんですね。そうすると気圧の低い方にということで、要は網目がこう広がっていく、つまり血管が拡張していって水が漏れ出ていくわけですね。こういう風になっていきます。でこの水が漏れ出ていく、つまり細胞の中に水が移っていくので、このむくみという症状が低気圧で起こりやすくなってくるということですね。これが頭で起こると血管が拡張していくわけですから、そこに神経が圧迫して頭痛という症状が起こってきますね。これが内耳のリンパの液の乱れを起こすと、これがめまいといったような症状で現れてくるので、実は低気圧によってこういった症状が現れる人結構いるんですけども、実はこういう時に体ではどんなことが起こっているかというと、この気圧が低くなった時に血液とリンパを動かしているのは実は自律神経ということなんですね。この自律神経が乱れていくと、実はむくみとか頭痛とかめまいの症状がやっぱ強くなって現れるんです。